はい、こんにちは。ファイナンシャルプランナーの藤井です。今日もこの音声にアクセスしていただきましてありがとうございます。久々のメルマガと久々の音声でお届けしていますが、貯金って難しくないですかという話について今日はお話ししていきたいなと思います。2018年4月の今日が、5月ですね、失礼しました。5月の7日にこの音声を撮ってるんですが、まあ、もちろん僕もね、貯金をしていきたいなっていうか、その貯金っていうのは現金で置くお金っていう意味でね、有価証券とか、まあ、最近で言うと暗号通貨とか、株式とかそういうものとは全く別で、現金そのものを貯めていきたいなという目標をね、実は立てました。まあ、現金で300万今年いきたいなと思っていてですね、まあ、そのうち150万は投資でね、現金作れたらいいなと思ってるんで、150万はね、ビジネスと、あとはまあビジネスで得たお金の一部を貯金していってね、だから毎月12万5千、半分の150万を、やっていきたいなというふうに掲げたんですが、残念ながらですね、まだちょうど半分も満たないような感じになってまして、自分が本当に嫌になってね、自分の立てた目標が達成できないとかね、今ちょうど半分ぐらいに来てるじゃないですか。もうね、この5月終わったら本当に2018年も折り返しで、半分も来れてないわけですよ。で、そんな自分にね、何にしてんだろうとかってね、思ったりもしてて、なんか、マネーセミナーとかね、やってて偉そうなこと言ってるにはお前はどうなんだって言われたら、そのあの、ごめん、申し訳ございませんとしか言いようがないんですけど、まあ、そこでね、僕なりにもいろいろ考えました。で、こう実際ね、なんかこうお金を貯めていってもですね、貯めてもなんか税金が来たりとかね、社会保険料を払わなきゃいけなかったりとか、なんか家族の行事でお金が急遽いるとかね、車検が来るとか、いろいろなんか絶妙なタイミングで、稼いでもですね、なんかタイミングでその支払いがやってきて、僕の預金残高は溜まっていかないなと思ってるんですよ。で、もちろん大前提としてね、その今銀行にお金を預けてても1円も増えないから銀行に預けない方がいいっていう考え方もあるんですけど、ある程度その手元現金っていうのもいるわけじゃないですか。なので、その手元現金の目標っていう意味です。はい。なので、資産的にはもっとね、こう膨らめで行かせていきたいというのと、別で入れてるものもあったりするんで、あれですし、まあ、家のお金とはまた別でね、個人的な、なんか、その現金的なものがある、が欲しいなと思ってるわけなんですけど、なんかいいタイミングですよ、税金とかね、なんか特別な出費が来たりとか、車をぶつけて直したりとか、なんかね、全然たまんないんですよ。で、FP をしているとはいえ、やっぱその辺って結構僕の弱さでもあったりするし、まあ大体こんな感じなんですよ、ずっとね。はい。で、まあ、稼いでね、一気にボーンと何かに入れちゃうことはもちろんあるにしろ、そしてコツコツ預金をするのを否定しているわけでもなく、ただやりすぎるのはお金が増えないんで良くないよっていう側面もありながら、こう葛藤していってるわけですよ。で、やっぱいろいろ考えてみると、なんか絶妙なタイミングでそういう支払いとかね、なんかこう経費があったりとかするわけですね。で、メールマガにも書いたんですけど、大前提としては僕は1万円のコストカットよりも1万円の収入アップなんで、1円でも収入がアップできる、先月よりも今月よりも来月という形で、なんかやらなきゃいけないなと思っていながらも、こう横できたりとかね、ちょっと下がったりとか、逆に先月はポンと上がったりとかっていうこともあったりしてるわけなんですけど、そのビジネスに集中しちゃうとですね、その収入は確かに上がるんですよ、努力すれば。面白いぐらいに正直なんで、ビジネスって。もちろんその経験とか知識が全くない人が収入をボンと上げようと思うと、やっぱりちょっと努力はいるし、工夫もいるし、まあ、3ヶ月ぐらいね、死ぬ気でやらないと大きな結果って出てこないと思うんですけど、とはいえどもですね、なんか翌月20万30万とか50万とかって、ある程度勉強して、一人の力だけで上げていく
ことっていうのはまあできると思ってます僕は。はい、で現実できましたしできてきているんですけど、そのボッと入ってきたお金をねこう積み上がっていかないっていうかね、なんか絶妙なタイミングでその支払いとかってあって、この原因とするならばまず経費に使ってるっていうのが大きいところですよ。であとはなんかこう情報の仕入れとかね、まあ物販とかしてる方だとよくわかると思うんですけど、うちの相方も物販してるんで、儲かっても次の仕入れにお金を回すので、それを雪だるま式に大きくしていくので、その仕入れが起こるんですね。だから儲かっても仕入れに行くんで手元にお金残ってないっていう状態があったりとか、あと収入が上がったらまあ気が大きくなるっていう面ももちろんあるんですけど、やっぱりその人と関わっていかない限りはお金っていただけないと思うんですよ。人に与えた価値とかその対価としてお金をもらっているわけなので、その人付き合いが結局増えるっていう意味では食事に行ったりとかっていうこともねついつい増えがちになってしまうんで、この辺はまあ努力とか限度の問題ももちろん僕はあるんですけど、なんかよくわかんないね、スパイラルにはまってしまってて、その経費のお受けにはまってさあ大変な状態なわけですよ。本当土壌もびっくりするぐらいね、池に水が残らないみたいなことがあって、なんかこういうのでね、こうおそらく金額とかその僕よりももっとね稼いでる人ももちろんいれば、その全然失礼ながらお給料の中だけでね、決められた収入の中だけでやりくりしようと思ってるっていう人もいるんですけど、その収入とは関係ないんだなっていうのはよく分かりました。なので収入上がっちゃえばその分経費も増えるっていうのは当然だし、収入がさらわればもちろん経費も減っていくっていうのは、これはもうそういう仕組みだと思うんですけど、その中でもやっぱりね貯めていかなきゃいけないっていうところが私の中での命題ですし、皆さんもね、なんかよくわかんない時にこのタイミングで税金来るかとか、ボーナス入ったタイミングでなんか車壊れるかとか、税金来るかとか、なんか入学の費用がかさむかとかね、なんかその絶妙なタイミング来るのことって覚え皆さんあると思うんですよ。で、なんか手元に残ってる感とか順調に積み上がってる感ってなかなか得にくいなと思うじゃないのかなっていうのが現代の世の中かなと思います。もちろんその全部ね世俗的なことは捨てて、外食も行かない、洋服も買わない、人とも付き合わない、でもお金を稼ぐみたいな、まあ、それをして何が楽しいのかっていう問題もあるんですけど、その順調に積み上がってる感っていう意味ではそのいらないものは全部切り捨てた方がいいっていうのも同時に分かってるんですよ、はい、でもそういう葛藤の中で人は生きていて、そういう葛藤の中で人生の楽しみや喜び、もしくは悲しみとか切なさっていうのを見出してると思うんですね。だから味気ない人生っていう意味でもそういうことは経費が増えるとかね、無駄遣いするっていうのは決して悪いことではないのかなと思ってるんですけど、ただそうは言ってもね、やっぱり何か原因があるのかなっていうふうに考えました。で、皆さん聞いたことあると思うんですけど、お金が貯まる黄金の方程式って聞いたことありますかね。はい、僕もねライフプランとかをしてて、お客様にね預貯金額今おいくらですかとか、今もやってますけど、お家を建てる人に対してね、自己資金おいくらですかって言って、ズバリ現金今いくら持ってますかって聞くことがあるんですよ。で、お金がね、びっくりするぐらい、30代とかね、20代後半で、ほんと、うん千万単位でね、こう貯金してくる人たちってたまに巡り合うんですけど、そういう人たちは黄金のね、方程式に当てはまっていて、収入から、支出を引いて、残りで貯蓄をしているか、というと、そうではないんですね。もう一回言いますね。収入から支出を引いて残りで貯蓄をしているかっていうと、これはダメなんですよ。で、皆さん確実にね、この貯蓄お金が貯まる方程式を実践されている方っていうのは、収入から貯蓄を引いて残りで生活している。要は支出ですね。収入から貯蓄を引いて残りで生活をしているっていうね、状態にあるんですよ。ただ、これってね、
誰もができることではないと思っています、はい。正確に言うとこの黄金の方程式っていうのはお金が貯まる黄金の方程式自体に、実はこう足らない点があるのかなと思います、その点についてはねまた明日、もう少しね具体例も踏まえて見解も踏まえてね特に僕と同じような発想をしている人、1万円のコストカットよりも1万円の収入アップを目指したい人っていうとこれではダメだと思うんですよ、これを鵜呑みにしちゃうと危険なので、そういう話をね、明日はしていきたいなと思います。では最後までお聞きいただきましてありがとうございました。バイバイ。